ドラクエ3リメイク、女戦士のビキニアーマーにファンが憤慨していると、鳥山先生のデザインが、こちら侮辱されているんじゃないかと、そのような内容がなんとヤフーニュースに取り上げられておりました。で、こちらの話っていうのが、9月12日の夜のお話なんですが、いやーけど、ここの話題については、以前からですね、指摘されておりましたが、ついにヤフーニュースにも掲載されたか。しかもこれコメントの数もすごいな。ヤフコメの数よ。ここ最近のドラクエ3関連、および、スクエニ関連の、記事の中だとダントツでこれコメントの数が多いね。まあそういったところで、このタイミングでですね、再びこの話題について触れていきたいんですが、今回 HD2D 版、リメイクの新キャラデザイン、何がファンを怒らせたのかっていうところ、まあここについてはね、以前から議論されておりましたが、今のところはですね、女戦士のビジュアル、まあ厳密には他のキャラとかもそうなんだけど、ただその中で声が大きいのがこの女戦士となっておりまして、こちらについて今指摘がね、相次いでいると、まあそういった状況なんですよ。まあ以前であれば、マーニャとか、まあそこの改編後の衣装に文句が出ていたりとか、まあそちらについても記憶に新しいかと思いますが、まあ昨今ですね、フェミ団体への配慮、ポリコレ団体、さらにそれに加えて、LGBTQ とか、本当にね、性別黒人、あと、なんだろう、様々なことに配慮しなければいけないので、まあそういったものが複合的にね、絡み合って、こういった状況になっているのかなとは思っていますが、ただその中でやはり今言われているのが、新ビジュアルとなった戦士、まあ、過去作の女性と比べると明らかにおかしいじゃんっていうところ、そこが物議を醸し出していると、まあ、そういった状況なんですよ。で、いわゆるビキニアーマーを着用した女戦士のデザインは肌に近い色の布が追加されたことで、スーパーファミコン版よりも肌の露出が全体的に抑えられていると。で、こちらについては、記事に対して多数のコメントが寄せられ、その大半が改編について憤りを感じていると、まあそういったものでしたと。理由としては肌の露出が抑えられたこと自体にあるわけではないと。同じくデザインが変更された遊び人に関しては、ネガティブな意見がごくわずかでした。遊び人は、バニースーツの胸元の露出が減ってるものの、例えば腕輪であったりとか、うさ耳のカチューシャとのデザインが調和しており、無理に露出を抑えたようには見えないと。一方で女戦士に関しましては、見慣れたデザインに無理やり布を足したという風に見えてしまっていると。で、ファンが憤りを感じた理由としましては、思い入れのある、ね、個人である鳥山明さん。こちらのデザインに対して、強引な変更が加えられてしまったように見える点、こちらに不満が高まっていると、寄せられたコメントには、甲冑部分を大きくするなどして、全体の露出を減らせばよい。せめて色が黒など、他のパーツと馴染むデザインであったならよかった。ポリコレ対応は構わないけど、とにかくダサいといった意見が見られたと。パッと見て違和感があるようなデザイン変更でなければ、まあそういう時代だから、やむを得ない。と受け入れられたかもしれませんが、また足された布が肌に近い色である理由としては、ドット絵で見た際にそれと分からないようにするためという苦肉の策であった可能性もあります。多くのファンが憤慨したのは、それだけ元のデザインがドラクエファンにとって大事な思い出として愛されていた証拠でもあるでしょうっていう形で締めくくられていて、そこに対してね、多くの方が様々なことを言っており、で、このタイミングでなんとヤフコメにもね、様々なコメントがついていると、まあそういった状況なんですよ。配慮してのことにしても、鳥山先生だったら変な改変加えるぐらいなら一から新たなデザインに書き直していただろうな。鳥山先生が亡くなった今変えることは叶わないので、ドラクエのファンでもないどこの馬の骨かもわからん人間への配慮より、オリジナルデザインを尊重するべきだった。これすごいな。共感が800、なるほど12、ウーンが60と。
まあこのことからわかる通り、やはり多くの方がここについてですね、やはり懸念をね抱いておりまして、かつまあ共感は得られていると、まあそういった状況なんでしょうか。まあここについては年代であったりとか、まあリアルタイムで、このドラクエ3をですね当時やっていたかどうかであったりとか、まあそういったところがですね大きく影響してくるんじゃないかなと思っておりますけど、まあそういったところも鑑みてですね、やはりこの鳥山先生のデザインに思い出があるぜ、やっぱりここのところは避けることができないという方は一定数いらっしゃるのかなと思いました。またですね、聖剣伝説3のリメイクなんかはしっかり衣装を再現していたし、そのまま再現するのは不可能ではないはず。何に配慮しているのか知らないが、元になったデザインを適当に変えるのは、まあ確かに適当すぎるというか、まあ無理やり感が半端なかったので、まあここについてはやっぱりスクエニ公式およびドラクエのプロデューサーディレクターの対応というところが、悪かったのかなとは思いますね。まあ確かにな。でまあ個人的には好きじゃないなといった発言もございました。私はインナーが黒色で良かった気がする。もう一つはビキニアーマーの下のデザイン、本当は昔のデザインが好きだけど、もうちょっとかっこいい気に変化して良かったのではと感じてしまう。そんなことを言ったら、ならお前が作れと言われそうだからめんどくさいからいいや。でもなんか変化するならかっこいい気に変化してほしかった。堀井さんドラクエ楽しみにしております。水着を試着する女性みたいにダサいんだ。 T シャツの上からビキニを試着してるみたいな格好、せめて色が黒だったらとか、 3D の女戦士みたいにインナーもデザインの一部としてデザインされているように見えるものだったらよかった。あくまで 2D を主体とするのであれば、一枚絵の方は過去のもののままでよかったのではないかと思うと。まあこれはね、やっぱり多くの共感を呼んでますね、これを見てたら。まあ非常にね、今呼んできたコメントなんですが、的を得ておりますので、まあその通りだなと思いますね。またドラクエってちょっとエッチなのも面白かったと。夕べはお楽しみでしたねとか、パフパフとか、衣装もセクシーでさ、時代的に許されなくなってしまったんだな。ドラクエ4を今リメイクしたら、マーニャの衣装はどうなるんだろう。今回のドラクエ3女戦士のように、ハーフパンツは着用するとして、上半身はもっと肌を隠す感じになるのかな。っていうことで、まあこちらについても懸念されておりますね。まあ確かに本当におっしゃる通りで、なんかこういったところもね、一つ文化というか、まああくまでそのフィクションではあるので、ゲームの世界の中のお話なので、まあリアルの世界とは全然異なってきますので、まあそれを考えると、なんかね、現実とゲームをごっちゃにしてるっていう、まあそういった言い方もできるかと思いますので、まあなんかこれもこれでやはり問題なのかなと私も思いました。またドラクエ3の HD2D はセロ B となるはずだから、別にですね布を足す必要もないと思うんだけど、なんともダサいデザイン、ポリコレに配慮したのか。ポリコレに配慮ってマジでさ、これってゲームに持ち込む意味ってあるのかな。リメイクなんだから昔のまんまでいいと思うのは私だけでしょうか。いろいろと世知辛い世の中になりました。まあそれですよね。まあここについては本当にポリコレとか LGBTQ とか、まあ性別であったりとか、まあその人種だったりとかね、まあダイバーシティというのも叫ばれておりますので、やはり多様性を受け入れるとか、まあそういったところがやはりあるんでしょうね。今の時代なんか性別をなくすみたいなね、そういった文化も推進されつつあり、でまあここのコメント欄では書かれておりませんけど、まあ今回ドラクエ3リメイクで大きな挑戦があり、なんと性別がなくなったみたいな。だからまあ男女とここの性別の垣根がなくなり、タイプ B とかタイプ A みたいな、そういった、ビジュアルの、なんだろう、ビジュアルの決定事項になったと。だからまあ今までは男だったらこれですみたいな、女だったらこれですみたいな感じだったけど、タイプ A とか B とか自由に選ぶことができて、かつ性別がないっていう状況なんですよ。まあこれもですね、いわゆる多様性をですね推進するにあたって、まあゲームに取り入れられた結果なのかなと思っていますが、まあ女戦士のビキニアーマー問題、こちらについてかなりね、こういったコメントなどがついておりますが、ただ根本的にドラクエ3リメイク自体が割とポリコレ推奨ゲーム、かつ LGBTQ 推奨ゲーム、かつフェミ団体の配慮ゲームでもあるので、まあここのところは本当にですね、
まあ個人的にドラクエは好きな作品ですが、ただなんか政治的な意図であったりとか、裏側で何か大きな団体が動いているっていうのが見え隠れしていて、ちょっと怖いですよね。昔のアニメのドリームハンター。ドリームハンターって何これ？いや、知らないけど、まあなんかそういったアニメがあったんですね。ドリームハンター、レイムのビキニアーマーもこんな感じで布が追加されてた。そうなんだ。こういう中途半端な変更するぐらいなら完全デザインにし直した方が潔いと思うんだよね。まあ確かにそうですよね。なんか中途半端になんかね、布をなんかとりあえずつけようみたいな、取ってつけたような感じになってしまってるから、まあパッと見だとね、素人目でも違和感がすごいので、やっぱりここのところは指摘されるってさ、もうパッと見でわかるじゃん。なのでちょっとここのところは悪手なんじゃないかなと私も思いました。ドット絵に影響ないようにってことなら、最初はなかった構想で後から配慮が持ち上がり、変更の影響が少ないようにキャラ絵だけベージュな肌着を着せてごまかしたという感じなのかも。いやーこれちょっとかわいそうだな、そう思うと。なんかそう考えるとちょっとドラクエ公式も被害者な感じもするけど、まあ様々な団体の干渉とかがあったのかなと思いましたね。はい、まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。いやーけどこのビキニアーマー問題、本当にね根深い問題だなと思いました。